皆様、お待たせいたしました。<laughs> 本日のブリーディングにご参加いただきまして、ありがとうございます。本日は <laughs>、子育て・女性活躍支援で日本をリードする横浜市というテーマでプレスツアーを実施いたしますが、そのツアーの冒頭に林文子、横浜市長をお招きし、お話をお伺いいたします。林市長の娯楽歴につきましては 資料をお配りしておりますので、詳細は省略させていただきますが、市長は2009年の8月に市長に就任される前に、BMW 東京、大英、日産自動車などの大企業でトップマネジメントの職を歴任されていらっしゃいます。本日は、全国ワーストの待機児童数をゼロにしたことで知られる横浜方式をはじめとする 横浜市による女性の社会参画推進に向けた取り組みというテーマでお話をお伺いいたしますまずはじめに林市長より三十分程度ご説明をいただきその後皆さんからのご質問をお受けしたいと思いますお話をお伺いする前に皆様の携帯電話をマナーモードにしていただきますようお願いをいたします それでは林市長よろしくお願いいたします皆様こんにちは横浜市長の林文子でございます、えー、本日は本当にあのご参加ありがとうございます、えー、横浜まひいては日本の飛躍の鍵となります女性の社会参画推進に向けてをテーマにいたしまして横浜の取り組みをご紹介をさせていただきます私自身18歳で社会に出まして ま男性と同じ責任ある仕事がしたいといくつかの転職を繰り返しまして、えー、車のセールスという仕事に出会いました男性中心の組織で女性が働く苦労も経験いたしましたし逆に女性の強みを生かすということもできました まあ私自身がその女性にも十分男性にごしてできるんだということを証明してきたつもりでございます。まあ、私は女性が社会に関わっていくことを応援することこそ私の使命だと思って市長就任当時からこの課題に精力的に取り組んでまいりました。少少子高齢化ののの進展労働力人口の減少という面から量の観点で 数字で女性の社会進出が語られますけれども女性の強みである力力や共感がが発揮されることで、仕事の質が高まりまりす。日本の女性の社会進出が進めば GDP が15%伸びるという調査結果もございます。仕事 地域活動、子育て、さまざまな役割を果たしている女性が多様で柔軟な視点を活かして社会で活躍することは日本経済の成長の鍵となります。今日本の現状を見てみたいと思います。未だに出産を機に仕事を辞める女性が約6割いらっしゃいます。女性の労働力労働力率を他国と比較してみますと、出産育児期である 30代でガクンと落ちておりましていわゆる M 字カーブをこのように描いております日本の平均がこの赤い線ですねこれジャパンですがなんと横浜はこのように特に M 字のカーブが深いということはここで1回キャリアを立ってしまう方が多いわけですね私も経営者時代に子供の預け先が確保できずに仕事を断念せざるを得ない女性そして 仕事と家庭の両立をできないということで昇進を諦めていく女性たちをたくさん見ました、まあ、組織にとっても個人にとっても大変もったいないことだと思いますしかし次ご覧ください日本は女性の活躍促進に向けて大きな舵を切りました今年の4月安倍総理大臣は日本の成長戦略の3つの柱の一つに 位置づけまして国を挙げて本気で取り組むことを国内外に宣言いたしました安倍首相自ら女性の活躍こそが日本成長の鍵であると力強く宣言しましたこれまで女性の社会進出に力を注いできた私も大いに勇気づけられています日本では長い間女性たちが様々な社会の壁と戦ってきました 今でも日本では重要な意思決定をするポジションに女性がつくケースは極めて少ない状況です。でございますえー、そして、えー、地方公共団体の女性首長は、えー、1.5%なんですね。 実に1789人の中で26人にすぎませんこうした社会の仕組みや意識を変えていかなければなりませんそれでは女性の社会参画推進に向けて横浜市が取り組んでいる保育所待機児童対策働く女性の支援策地域の子育て支援 この三点についてご説明をいたしますまず一つ目の保育所の待機像対策です日本で女性の社会進出を阻む障壁は出産・育児と仕事を両立するための制度やサービスが脆弱なことです特に現在日本国内に 2万3千人と言われている保育所待機児童は大きな問題です保育所に子供を預けられない保護者は仕事を辞めキャリアを諦めざるを得ないのが現実ですえこの問題は人口が集中する横浜のような大都市において顕著ですしかしこれまでの行政はサービス量を増やすと潜在的なニーズを掘り起こすことになる ということで本気で待機児童対策に取り組んできませんでした私は女性が働き続けられない状況を作っている待機児童の解消に真っ先に取り組みましたグラフをご覧ください私は2009年の市長就任時から保育所待機児童をゼロにすると宣言いたしました 市長就任後の2010年4月横浜市の保育所待機児童数は1552人いました私は10年間経営者をしておりましたのでゼロという目標設定にこだわりましたそして官民を挙げてチーム横浜で一丸となってハードソフトの両面から あらゆる手を尽くして取り組んだ結果今年4月に待機児童ゼロを達成することができましたこの4年間に認可保育所だけでも160の施設1万2千人の定員増を図りましたそれでは待機児童ゼロに至ったプロセスをご紹介いたします 市長就任後にまず取り組んだのが、プロジェクトチームの立ち上げです。現場の職員の意見を中心に、多様化した保育者の保護者のニーズや課題について、詳細に分析し、アイデアを出し合いました。認可保育所の整備は、ゼロ達成に最も効果を発揮します。しかし、待機児童の多い都心部エリアに、 保育所整備に適した用地はなかなか見つかりませんそこで区役所に専任の係長を配置いたしまして区役所が主体的に対応できる体制を整えました <noise> さらに保護者の多様なニーズや 課題の洗いい出ししも丁寧に行いました例えば短時間勤務を希望される方も多く短時間でも子どもをお預かりする一時預かりなどの多様な保育サービスを充実させましたしかし保護者の方は認可保育所以外のサービスをご存じない方も多いのです。 そこで保護者のニーズに合った保育サービスを丁寧にご案内するために専門の相談員保育コンシェルジュを各区役所に配置しました。そして横浜市が独自に認証する横浜保育室にも利用される方の所得に応じて補助し認可保育所の保育料との格差を是正いたしました。 えー、それでは取り組みについて具体的にご説明をいたします、まあ。まず保育所整備における特徴的な取り組みです。株式会社の参入を積極的に進めたことが大きな力になりました。えー、日本では株式会社が保育所を運営することは一般的ではありませんでした。しかしスピード感を持って待機増をゼロにするには、 民間企業の力をお借りする必要がありました保育の質の低下や倒産を心配する声がありました経済界出身の私は民間企業が良質なサービスを継続するために大変な努力をしていることをよく知っていますもちろん参入にあたっては厳しい審査をしています株式会社率保育所の割合は全国平均が 約2のところ、横浜市は認可保育所全492カ所のうち144カ所実に30%に上るわけです。また従来は市の土地に保育所を建てるのが一般的でしたが整備可能な民有地と保育運営事業者をそれぞれ公募して 両者をお引き合わせする土地と法人のマッチングも行っていますそしてえ整備場所も道路や鉄道の高架下大学の校,校内など地域資源を有効に活用して固定概念にとらわれずありとあらゆる可能性を追求して整備をいたしましたえ次にご紹介するのは 認可保育所だけでなくて地域の実情や多様な保育ニーズに対応したあらゆる手法の導入です待機像の多くを占めるのは0歳から2歳児までのお子様です横浜市では1997年度から市独自の基準を満たした横浜保育室を全国に先駆けて実施してきましたこれを私が市長になってから4年間で 32円増やしましたまた家庭的保育については2010年度から新たに NPO 法人などが運営する施設を36箇所整備いたしました <laughs> 幼稚園に保育所同様に最大11時間預けられる 私立幼稚園預かり保育も全国に先駆けた取り組みですこれは全国的に珍しい取り組みで幼稚園経営者の皆様と横浜市が日頃からきん緊密にコミュニケーションを図って信頼関係の土台を築いたからこそ実現できたことです今では市内の過半数の幼稚園で実施をしていますさらに2歳までは横浜保育室に通い 3歳になったら預かり保育を実施している幼稚園に入園するという横浜ならではの連携した取り組みも行っておりますえそして今回特に走行したのは丁寧な対応と区役所の機能強化です保育コンシルジは全国初の取り組みで 非常に効果がありました18のすべての区役所に27人を配置していますこの取り組みは国の支援メニューにも新たに盛り込まれています保護者の皆様お一人お一人の相談にきめ細やかに対応してそれぞれの実用に合った保育サービスをご紹介しています 保育コンシュリーたちは心優しく熱心な人たちばかりです何としても寄り添って保護者の方に合ったサービスをご案内するという決意を持って働いていてくれますさらに地域の実情に応じてきめ細やかに対応できるよう18のすべての区役所に専任の係長を配置いたしました専任の係長はどの地域に 待機児童となった世帯がいらっしゃるか、それぞれのニーズを細かく分析して地図に落とし込んでいきました。その上で、保育所を建てられそうな用地を探して歩き回って、土地所有者と保育所運営事業者とつないでスピード感を持って保育所の整備を実現いたしました。区長のリーダーシップのもとに区役所を挙げて対応しております。 あらゆる手法を駆使した取り組みは国から横浜方式として評価されまして国の待機児童解消加速化プランに盛り込まれまれした。横浜市が国の動きを牽引し大気増問題が深刻な他の自治体の動きを後押しすることができましたしかしゼロは通過点にすぎません 今まで子どもを保育所に預け預けられないために働くことを諦めていた保護者が預けられるならと就労を希望し始め今後希望者はますます増えることが予想されますゼロを維持することは大変な努力が必要ですが来年度に向けさらに保育所の整備を進めます女性の社会進出を支えるために何としても私はやり遂げる覚悟です それでは取り組みの二つ目、働く女性の支援です。日本では女性が家庭で家事・育児を一手になって、男性は外で長時間労働に従事すると意識が根強く残っています。最近では男女が協力しながら家事・育児を担いたいと考える若者が増えていますが、長時間労働がそれを阻んでいます。 育児休業取得率も女性の84%に対して男性はわずか2%にすぎません長時間労働の解消働き方の見直しを通じて男女を問わずワークライフバランスを推進していくことは女性の社会進出の促進に有効なだけでなく組織にとっても社員のやる気と生産性の向上につながりますそして 企業や政治の世界で意思決定を担うポジションに女性がもっとつくべきだと考えますそれでは横浜市が取り組んでいる働く女性の支援策についてご説明をいたしますまず働く女性のネットワークづくり ロールモデルとの出会いを支援する場横浜女性ネットワーク会議です昨年の9月には当初の定員を大きく上回って400人を超える方々にご参加をいただきましたえ今年も今週末の11月23日土曜日にパシフィコ横浜で開催をいたします各界で活躍するまさに ロールモデルとなる女性リーダーに自らの経験やプラスになるヒントをお話しいただくとともに交流会を行います普段交流することのない異業種で働く多くの女性が集まりネットワークすることで女性たちのこれからの活躍につなげてまいります。 また昨年から女性企業家向けのメンター事業にも力を入れています経営者は孤独になりがちです経験の浅い企業家が事業を進めるにあたってそれぞれが抱える課題に対し経験豊富な先輩女性経営者からアドバイスを受けることができる事業で大変好評ですまた女性経営者のネットワーク作りも大変重要です今年十二月七日土曜日に港未来地区で 横浜ウーマンビジネスフェスタを開催いたします地域の女性起業家の皆様と協力をいたしまして女性起業家がともに学び合いつながり合える場を提供してまいります <noise> さらに起業を志す女性の後押しも行っています。 スタートアップオフィスエフサス横浜を開設して支援チームを作って幅広く相談に対応できるよう体制を整えますまたユングリーツによる融資サービスなど多国的な多角的なサポートもしておりますこうした支援によってこれまで25人の方が企業してご活躍をされております また市内の事業者の皆様がワーク・ライフ・バランスを重要な経営戦略として取り組んでいただけるよう横浜グッド・バランス賞の認定や表彰などさまざまな支援を行っています。 さて、取り組みの三つ目は、地域での子育て支援です。横浜市内の小学校就学前の子どもの数は、約19万人です。そのうち、0歳から2歳までの子どもたちの約80%は、保育所に通わず、ご家庭で、えー、子育てをしています。ここがもう在宅ですよね。 2009年にどのような状況で子育てをしているのか保護者の方へアンケート調査を行いました約半数の方が自分の子供が生まれる前に赤ちゃんの世話を世話をした経験がありません過半数の方は近くに頼れる親族がいない 引っ越して間もないなど、周囲から日常的な、日常的な支援がない状況にあることが分かりました。多くの方が子育ての不安を抱えて、家の中で孤立していたんです。少子化の進展、家族化。地域の人のつながりが希薄化する中で。子育ての孤立化、不安感、負担感が増しています。 ご家庭での養育力を高めていくための取り組みも強く求められているのです <music> 横浜市では地域での子育て支援に力を入れています まず子育ての不安や孤独を変えている保護者の方が気軽に行くことができる居場所づくりを進めました地域子育て支援拠点です運営は主に NPO 法人が担っています18の国、に1カ所ずつ設置しそこを各に親と子の集いの広場保育所や幼稚園地域の支援者をはじめ区役所や児童相談所などの関係機関も含め ネットワークを作って、それぞれの事業の発展につなげています。今や経済の成長と繁栄に女性の参加と連携連携が不可欠だという認識は国際社会で広く共有されています。 女性の社会進出をさらに加速させていくために具体的な行動を起こしていこうというのは世界的な流れです私は APEC などの国際的な場で日本と横浜の女性の活躍を促進するための取り組みを発信し続けています2010年の APEC 横浜開催以来私は エーペック女性と経済フォーラムに日本代表として参加して経済成長の原動力としての女性の活躍についての基調講演を行っています。今年バリで開催された APEC 女性と経済フォーラムにおいて横浜市における大気増ゼロの取り組みをご報告したところ 横浜の成功例は国際社会においても高く評価され各国に共通する悩みであることも分かりましたそして各々のベストプラクティスを共有して具体的なアクションにつなげていくべきという議論を深めることができました各国の代表と 継続的にコミュニケーションを取ることで女性の活躍促進を加速しているということを実感いたしましたえ今年第5回アフリカ開発会員が横浜で開発開催されました5月31日には公式サイドイベントとしてジョイス・バンダー マラウィ共和国大統領やアフリカの女性起業家等をお迎えいたしまして女性の活躍と経済成長をテーマにシンポジウムを主催しましまた。この成果をジェンダー平等と女性のエンパワーメントを通じた「アフリカ開発」というテーマ別会合で報告し女性の活躍がアフリカの経済社会開発において重要な鍵であることを共有することができました。 今年九月安倍総理が国連で女性の社会進出をサポートすると力強くスピーチされたことに対してアメリカのヒラリー・クリントン前国務長官から支持する手紙が届いたことが話題になりましたそこには力強く全身あるのみというメッセージが記されていましたまさに全身あるのみです クリントント氏のみならず、クリスティーヌ・ラガルド IMF 専務理事も IMF 総会で力強いメッセージを発していました。日本政府や経済界も本気で女性の活躍促進に取り組んでいます今ますす今さに官民挙げてて具体的な行動を起こすと考えています。 トップが理念と目標を掲げて現場の職員が徹底して市民の皆様のニーズを一つ一つ見極め施策を打っていくという地道な取り組みを続けることで成果を上げることができるということを私は保育所待機児童ゼロ達成で確信をいたしましま今私は横浜を日本一女性が働きやすい 働きがいのあるる都市にすすことを目指しております女性が強みを生かしてより一層活躍することで経済成長と豊かな市民生活を実現する都市を必ずつくって横浜から日本全体に活力を生み出していきたいと決意をしております。 すみません、ちょっと続き通訳していただいていいですか？フリーで話します、えー。あの皆様聞いていただいて本当にありがとうございました。大変長い時間でございました。えー、実は今日あの聞かれてて大変細かい話だなと、<laughs> 横浜市三百七十万の都市でございます。その市長が来るにしてはずいぶん細かい話をしたなと思っていただけると思いますけれども。 あのこの女性を経済進出させるためにということでさまざまな国際会議もございますけれども大,大概ですね本当に何を実行するんだともうすぐ実行しようっていう会がなかなか少なかったんです。 サンフランシスコのこのエーペックのサイドイベントでヒラリー・クリントンがこういうふうにおっしゃったんですねもう理念とか方向性は何回も話し合ったじゃないかともうともかくできるできることからやりましょうとおっしゃいましたそこで私はとても賛成でしたということでこのエーペックの国際会議で待機像をゼロにしましたというお話をしたんですそうしたら 皆さんすごく感動して実は私たちの国でもとっても問題になってるんですロシアの方もおっしゃいましたしもう本当にいろんな国の方がおっしゃったんですね。じゃあもう国を超えてこの大気像をなくすことを協力しようということになりました。ということで今日は大変細かいお話を長々とさせていただきました。えそして このあと、また皆様には横浜市においでいただいてご覧いただけるということで、私はワクワクしております。本当にありがとうございます。このあと、どうぞ自由にご質問いただきましたら、それにお答えしたいと思います。今日はありがとうございます。Thank you very much. Thank you <laughs>、えー。林長、どうもありがとうございました。えー、それでは <laughs>、えー、これから皆様からのご質問を。 お受けしたいと思います。すみません、えー。質問は外国のプレスの方から、えー、お受けいたします、えー。質問のある方は挙手をしていただき、えー、こちらの方で指名させていただきますので、えー、ご所属とお名前をおっしゃってから、えー、ご質問をお願いをいたします。えー、なおあの質問の内容につきましては、えー、今回の。 カー sten, yeah, sten from Frankfurt ・ガムズのフランクフォト・アルマネ・ツァイトン・イン・ジャマニー。Sorry, I have to ask for two more details.、Uh, the first is:、uh, how did you finance、uh, this program?、So is this by, Uh, subsidies of the local government, is it uh, subsidies from the central government? Uh, this would be the first question. the second is um, how much fee do the parents have to pay? so is this um, depending on their income uh, and uh, does it bear the cost uh, for the daily business? and was it difficult to find enough qualified people? To do the job, uh, because uh, I know from other countries this is a problem, uh, and uh, you increased the number in a remarkable way. So, where did you find the, the, the people doing the job, and how's the ratio? So, how many children were cared for by one uh, person? ありがとうございました。あのドイツのフランクフートアルマイニザイタングのカーステン・ジャーミスと申します。2つあの質問がございます。まず1つ目がこのまプログラムといいますかこのま取り組みを実行する上にあたってのその財源というのはどこから来ているんでしょうか。地方自治体からのまその補助金なのか、まあ、横浜市からの補助金なのか、それとも国からの補助金なんでしょうか。 それから2点目ですけれども、保護者の皆さんが実際に支払うその費用というのはどのくらいなんでしょうか、またその費用、その額の設定というのは、その保護者、もしくはその世帯の,その所得に合わせての設定なんでしょうか、またその日常的なその保育所で必要な実費、コストをカバーするような設定になっているんでしょうか。 あとまあちょっとあのまた続いてしまいますけれどもまあこれだけ大きくその待機児童の数を減らしたというのは素晴らしいと思うんですけれどもえもちろんそういったまあ保育所等でえ子どもたちのえまあ保育に当たる人たちも必要になると思いますでこれは他の国でも問題になっていますえそれだけの資格を持っている人たちをまあ人材を確保できるのかということは問題だと思いますのでえ横浜市においてはどういった形でそういうまあ人材を確保 されたんでしょうか。えー、そしてその結果、えー、その一人当たり、えー、あ一人当たり、えー、そのまあ保育にああご,、えー、ごめんなさい、えー、その保,保育のあのそのケアを受けているその子どもさん、えー、というのは児童というのは一、えー、人当たり何人になるんでしょうか。教えてください。ご質問ありがとうございます。えー、とまず財源ですけどもあの本当にあのご指摘の通りこういう基礎自治体は今財源不足で大変でございます。 ですからもう当初例えばですね本年度25年度の予算最初に収支不足が実に410億円もありました億足りなかったんでですすね全体予算ですそ,のそのために毎年ですね横浜市は今までやってきた事業を見直してねもう徹底的に無駄の削減それから 役所の中で働いてる人たちににかかるるコストも本当に削減す人件費もそうですし非常に頑張ってですね最終的に調整していくんですがただ私は待機児にかかる費用というのは今まであんまりかけてないと考えましたですからこの事業がスタ,スタートして約3年半ですが今現在倍の予算をつけてますですから一言で申し上げれば。 財源の選択と周知をとをまくする徹底的に無駄を排除して必要なところには大胆につけるということに尽きると思います、えー。それから2点目でございますけれどもこれはちょっと細かい話なので係がちょっと説明をさせていただきます。じゃあお願いします。ちょっとゆっくり喋ってくださいねポイントだけ。 お子さん1人当たりにかかる保育の経費でございますが、約150万円でございます、それから保育所の運営全体に関わる国,の国と横浜市と保護者の方の負担の割合は、国が1、横浜市が4、保護者が1、大まかにこんな感じでございます。 あと、保育士さんのですね、確保策でございますが、全国的に保育士が不足をしております、横浜市ではですね、保育,保育士を養成する学校に足を運びまして、事業の説明をさせていたり、あるいは、これは新しく保育士になる方ですけれども、保育士の資格を持っていらっしゃっていてもですね、 まあ先ほどの市長のお話のように、まあ、結婚や出産を機にご退職をされているという方もいらっしゃいますので、まあ、そういった現在働かれていない保育士の方を再度働けるようにしていくためにです、ね、あの研修をさせていただいたりあるいはその保育所とそういう職を求めている方とのマッチング事業みたいなこともさせていただいております。以上です すみませんもう一つあの、えー、保育士がですね、何人のお子さんを見ているかということなんですが、あの国で決まっている基準よりも、横浜市は保育士をあの手厚く配置をしております、例えば0歳だと保育士1人でお子さんを3人、1歳だと保育士1人に対してお子さんを4人、2歳ですと、 ええ、ええ二人であ二歳ですとええ保育士一人で五人、三歳ですと保育士一人で十五人、ええ四歳五歳,歳は保育士一人でえ二十四人のお子さんをお預かりをしているという形になっています。以上でございます。ええ一つ申し添えますと保育士さんを確保する手段なんですが、大都市に 待機児童が多くてですね今度地方に行きますと待機児童問題がないところあるんですところがその地域の住んでる方で保育士になりたい方もいらっしゃいますそういう方を横浜市に来てもらうために宿舎を確保して住まいを確保してあのおいでいただくということもやってまして市の職員がその地域に行って説明会を、まあ、他の県に行ってですね かなり距離がある他の県に行って説明会して横浜に住んでやってくれませんかなんていう事業もやって国は今回ですねその宿舎あの手当についていくらか補助をくれるようになりましたねあの横浜市が待機児童をゼロにするためにあの手この手で横浜方式と言われる方法でですね新しい取り組みを自分たちでどんどんやりましたさっき言った費用のかけ方よ国に対して 基礎自治体4もけけるわでです1対4でだからそういう先駆的に自分たちのお金を出してやったことを国が評価してじゃあそうやれば全体の,保育あの日本全国良くなるねということで後からお金をつけてくれてるんですよ。もうそうしないとなかなか出してくれません。そのことでね横浜市がやったことで恩恵を受けてるあの他の自治体も多くなってきたということですね。そううですすねはいいありがとうございます <coughs> hi i'm nancy snow and i'm from ko university and also i write for the huffington post and i'm so inspired by your talk it's a remarkable achievement of public will and action i want to share a personal story my colleague at Ko University, where I'm a visiting mm -hmm. professor, told me several weeks ago that she doesn't know if her one-year-old will have day daycare or nursery care this uh -huh. spring. And I, she had me almost in tears because of the stress mm -hmm. that that has put on her family. She's had her mother-in-law taking care of her child, Mina, but now they're in a lottery system. I had absolutely no knowledge of this. Until my friend shared this with me. She mentioned you as a folk <laughs> hero to Japanese women. And this is an incredible story. I'd love for you to address the psychological toll that, that this takes on a family when they don't have childcare, nursery care options. And my second question, which will probably show my ignorance, but you mentioned Hillary Clinton a few times. Of course, we anticipate she may run. い、はいははししました、はいえー、とあの慶応あの大学であの今あの、訪問教授をしておりまして、あのまた同時にハフィントン・ポスト、えー、にもあ<ー>あの寄稿していますあの、ナンシー・スノーと申します。うん あの今お話を聞きましてあの非常にまあ刺激とインスピレーションをいただきましたあの本,当にあの本当に公的な意味での,、えー、まあその市長のまあイニシアチブと、えー、それから強い意志そして行動というものがなければこういったことは達成できなかったというふうに思っています、えー、そしてあの今まあ慶応大学に私おりますけれどもあのまあ友人が客員教授ですけれどもうん、うん、彼女がまあ私にあのまあ教えてくれたこと、まあ、これは本当に聞いてあの心が痛んだんですけれども 1>, 1歳の娘さん、ミーナという子がいて、でまあ、彼女をそのデイケアで保育所に預けたいというふうに思いまして、いろんなところを当たったんですけれども、どこにも預けることができなかったということで、その話をしながらも彼女も涙を浮かべていました。どれだけこういったその保育所に預けられないかというのは、その保護者だけではなくて家族にとっても大きなストレスになります。で実はその保育所にに入るためにもその抽選 まあ、になっていいると、うんまあ、そういう待機,待機児童がたくさんいるということを私知りましてうん、うん、全く、まあ、その話を友人から聞くまでは日本でそういう状況があるというのは全く知りませんでしたうん、うん、えですので、まあ、横浜市でこういう取り組みが行われて、まあ、待機児童の数がゼロになったということを伺いまして本当に日本の女性にとってもそして私にとりましてもあの林市長は本当に、まあ、あのヒーローといいますかあの、まあ、英雄のような存在だなというふうに思いました。<laughs> まあ、ともかくその家族、まあ、保護者に にとってあのまあ心理的なこういうまあストレス、負担というものを大きくかけてしまう、うん、この待機児童の問題ということあのそしてまあ十分な保育所があのないということについては本当にあの恥ずかしながら日本について来てから、うん、そしてまあ友人の話を聞いて初めて知りました大変参考になりましたそしてあのあの2つ目にあの質問なんですけれどもあの まあ、あのクリントン前国務長官の名前を何回かあの、まあ、お話になりましたけれども、まあ、ご存知のように、まあ、多くの人は彼女が2016年大統領選挙に出馬するんではないかというふうに予測しています、うんえー、失礼ながら林市長はいずれ日本の総理大臣を目指して <laughs>、えー、その道を歩まれるんでしょうか。<laughs> いやとんんででもございいいませ私はすかあの,えあの 日本のこの制度なんですけども、まあ、国があって都道府県広域自治体そして基礎自治体そしてこの、えー、基礎自治体の中には市町村とございまして私はその中の市長です。そして今日本では70万人以上の都市を政令都市というふうに言ってますね。20ございます。 その中で一番最大の人口が横浜市なんです、えー、例えば私はあの今年の8月に2期目の選挙をやりましたいわゆる公約しますの政策の公約します基礎自治体というのは国が法律を作るこれが実際に 市民の皆様のところの生活に本当に寄り添って執行されることを実現していく実際に働いて実現していくのは基礎自治体の職員なんですね国会では議論します言葉で議論してきますでそれで制度法,法律できますけど本当に体使って例えば待機児童やるのも実際の労働なんですね。ですから実はこのし 市のトップというのはすごく役割が重いしものすごい仕事が多岐にわたっていますですからこれをやることが私にとっては精一杯でございましてそして18歳から働き続けているので言葉だけでやるというのはなかなななかか苦手んんでですす本当に働きたい人間なんですだから私は市長以外は全く考えておりません。ですから 市民の方に支持されれば、市長をやっていたいとこう思っております。ありがとうございます。<laughs> G. T. A. I. の、G. T. A. I. の佐々木智さんすありがと申します。どうもありがとうございました。あの国の制度の中で、やってらっしゃるということで。はいうん、あの非常に難しいの、ではなかったかと思われるところが一箇所ございましてはい。 私自身も子どもをずっと預けながら仕事をしておりましたので保育園の土地のないこと保育士の少ないことということをいろいろと問題として取り上げていくと話したりもしてきたんですけれどもその中で幼稚園児預かり保育ここの部分なんですがまず。 幼稚園で預かってもらえればいいのになと思っておりましても幼稚園は文部省の管轄で保育園は厚生労働省の管轄どうも保育士と幼稚園教諭というものは違うらしいとあと目的も違いますと、はい、でそういうところでいつもその、ま、あの土地が余っているのにもったいない時間も余っているのにもったいない。 でこの部分はもう国の制度の中のものなんですが、はい、これをあの横浜市がなさったということで非常に難しかったのではないかと思いまして他の地方自治体のヒントにもなるのではないかと思います、はいはい、その辺をちょっととお伺いいいしたいと思いますあの幼稚園というのは県ですね県の管轄ですね、そして保育園というのは市なんです。 でこれは一緒にぜひですね幼稚園もあのよあの市の方でやらせていただくと一気通貫でいいなということなんですが今現在まだこう分かれてますよね権限が。それで横浜市はご指摘のとおりでして実は幼稚園横浜市内の幼稚園の45%が預かり保育をしてくださってるということはこれは大変なあのこと難しい問題でございました。 ただそれはあの幼稚園側にとってもやっぱりこう少子化していきますのでだんだん子どもたちが減っていくしもう本当にあの今必要とされているのは まあ働きたいお母様たちが子どもを預けたいってこういうニーズをきっちり汲み取ってくださってまあ長い時間かかりましたけど本当は話し合いの中でですね難しかったんですけども実際に実施してみたらですね大変これがいいことになりましてあのやっぱり小さい子どもたちをある程度の,その幼稚園生になった子どもたちが4歳5歳の子が見るっていうのはとても教育上もいいんですね。 これ今度養蜂一元化っていうふうになってくると認定こども園っていう言い方ですかちょっとそれを軽く説明してもらおうかなお願いしますこの辺のことをちょっとご説明しますね。 あの幼稚園とですね保育園を1つにまあしようというコンセプトの中でえ例えばその0歳から2歳まではまあ保育園えまあ建物は一緒の場合が多いんですけれどもえ3歳から5歳はえ例えば幼稚園とあるいは3歳から5歳でもあの幼稚園の基本的なえ時間をの前とかあと朝、 早くとか夕方遅くという部分には保育園の機能で対応をしようとですからあの昼間はですね、えー、幼稚園の機能で教育的な部分を提供してそれ以外のお子様朝とか夕方については保育の機能を提供しようというのがあの。 認定子ども園のコンセプトでございました。これはあのあの国もこれから進めようとしてますし、横浜市の方も進めようとしているところでございます。ありがとうございます。はい、それではあの時間となりましたのでこちらで終了させていただきます。はい、ご視どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。